成功します。ヨウちゃん、その後も完璧ではないまでも転倒などの目立ったミスはなく、復帰戦としては十分すぎるでしょう。復帰戦なの。演技を終えた瞬間、安堵の表情を浮かべた浅田。場内から割れんばかりの拍手と歓声が沸き起こりました。みんな待ってたもんね。その得点はソチオリンピックでマークした自己ベストに迫る 141.70。女子トップに躍り出る高得点を叩き出し、日本を2大会ぶりの優勝へと導きました。すごいね。精神状態は良かった。次の試合に向けてすごくいい演技だったんじゃないかなというふうに私は感じています。ねえ、まおちゃん、よかったね。